はい、不思議な心臓チャンネル。はい、皆さんこんにちは。この不思議な心臓チャンネルでは、まあ、1話目が心臓の役割とかですね、まあ、大まかなお話をしました。でこの2話目からは心臓の構造とかですね、まあ、筋肉のお話、まあ、それらについてお話をしていきます。まあ、改めまして弓のハートの萩原です。そして本日のゲストもお隣蓮太郎くんです。こんにちは、蓮太郎です。中学1年生です。よろしくお願いします。いや、よろしくお願いします。お願いします。蓮太郎くんは中学校1年なんですけど、まあ、小学校か中学校の時に、まあ、心臓のこうお部屋がいくつかあるっていうのを聞いたことがあるんじゃないかと思います。はい、まあ、いろいろなあの解剖とかもやってるかもしれませんけど、心臓のお部屋って人間だと何個ぐらいお部屋があるか知ってます？4つぐらいだったかな。ね、あの心臓っていうのは4つお部屋が分かれています。まあ、最初に1話目でお話した通り、心臓は左側、血液を送り出す左心室っていうところと、まあ、心臓の左側には左心房っていう、まず2つのお部屋があります。そして右側も2つ、右心室と右心房っていう4つのお部屋があります。まあ、そこの間には壁があって、これは中隔っていうんですけども、心臓の右と左をこう隔てる壁があります。まあ、そして間には心房と心室の間には弁があるから、まあ、全部で左心房、左心室、右心房、右心室の4つのお部屋が分かれているわけです。でなんでこういうお部屋が必要かとか、こういう壁が必要かっていうと、もしここに壁がないとどうなっちゃうかっていうと、左側の酸素が十分に保たれた、まあ、きれいな血と、うん、右側のこれは酸素が使われちゃった、まあ、静脈っていう、まあ、酸素が少ない血が混じっちゃいますよね。間に壁がないと混じっちゃう。まあ、だからそういう意味で人間の体、まあ、これは哺乳類共通なんですけども、まあ、4つのお部屋が分かれています。でこれが最初にお話した通り、小学校とか中学校で解剖をやったことがある人もいらっしゃるかもしれません。実はあの哺乳類とか魚とか、あとはカエルとかで心臓のお部屋の数が違ってきてます。それをちょっと見てみたいと思います。一番左側が魚で、真ん中がこれはカエルとかの両生類、右側が私たちのこう哺乳類になります。まあ、魚は実はこれ単純な構造になっていて、一心房一心室ですから、これはお部屋が2つしかないということは、もうこれは血液をただ心室から送り出す、まあ、2つのお部屋しかない。まあ、これなぜかっていうと、魚はエラ呼吸をしてるんで、まあ、酸素が十分になくても水中で暮らせるわけですよね。だから必ずしも酸素が高い濃度じゃなくても生きていけます。でそこの間になると、カエル、両生類、カエルっていうのは陸上でも住むことができるし、一方で水中でも住むことができる。だからまあ間の生物になります。まあ、そうするとやっぱり魚にも近い部分があって、あまり体に全身に酸素の濃度があまりなくても十分生きていけます。だからまあ、こういう両生類、カエルとかですと二心房一心室っていって、心房が2つあって心室は1つしかない、まあ、そういう間のような構造になってます。でも僕らは人間はもう水中ではずっとは暮らしていけないから、こう陸上でしか暮らせない、まあ、肺で呼吸をしてます。まあ、エラ呼吸じゃなくて肺で呼吸をしているから、さっきお話した通り、あの体で使われた静脈と、まあ、酸素が十分多い動脈の血が混じっちゃいけないように、こういうふうに4つの部屋が分かれています。ですからいろいろな生物によってこう心臓の構造も違ってるっていうのがまず特徴があります。そして、まあ、心臓っていうのはこう血液を一方向にしか送り出さないっていう、まあ、大事な役割があります。最初にお話した通り、まあ、血液っていうのはきれいな血が左心室というところから、こうまずは動脈、もう全身の動脈に血液が流れていきます。でそこの間には大動脈弁という弁があります。
まあ、この動脈の弁を介して全身に血液が流れていきます。そして使われた酸素が使われた血液が右心房から右心室に戻っていくわけですけども、この右心房から右心室に戻ってくる間にもやっぱり弁があります。これは名前が三尖弁、これは3つに分かれた弁なんで三尖という名前がついてますけれども、まあ、三尖弁という弁があって、そこで右心室に血液が流れていきます。そして右心室から肺動脈、肺に流れる動脈があって、そこの間に肺動脈弁というまた弁があります。そして肺の動脈から血液が十分にきれいな血に戻ったら、肺の静脈から左心房に行く。この左心房と左心室の間にもやっぱ弁があって、そこには僧帽弁っていう、これはお坊さんの帽子に似ている弁ということで僧帽弁という名前がついてます。ですから、まあ、こういう僧帽弁、そして大動脈弁、そして右側の三尖弁、肺動脈弁という、まあ、4つのお部屋と4つの弁が体にあるわけです。ここでまた質問になります。はい、まあ、レンタル君、今ね、心臓には4つお部屋があって、はい、今お話した4つ弁があるって言いましたけれども、もしね弁がなかったらどうなっちゃうと思います？なんか血が逆側に、そうね、血液っていうのはどう流れているか、これが血液の流れを示しています。ここにお見せするように、右側のお部屋、血液はまず右心房から右心室に流れます。そして右心房から流れてきた血は今度は肺動脈に行くわけですけれども、ここにもし弁がなかったりすると、右心房から右心室に流れてくる血が、今度は血液がこうギュッと送り出された時に弁がないとまたこう戻っちゃったりするんですね。でこう例えば大動脈、肺の動脈の弁も右心室から肺の動脈に血液が流れるんですけども、もしここに弁がなかったり弁の機能が悪いと、血液が右心室から肺に行く、今度は逆にまた戻ってきちゃう。だから行ったり来ちゃったりするわけですよね。だから血液っていうのは常に矢印に書いてあるような、同じ方向にしか向かっちゃいけない。そして左側も同じになります。左心房から左心室にだけ血液が流れる。そして大動脈から肺動脈にだけしか血液が流れない。これどういう仕組みかっていうと、最近あんまり見ないかもしれないですけど、石油ストーブとかで石油をストーブに入れるポンプがあるでしょ。あのポンプにも弁がついていて、あれは石油のタンクから石油のストーブに一方向にしか血液が送り出されないようになっていて、逆流はしないようになっています。だからそういう意味でこれは心臓の弁も全く同じで、血液は同じ方向にしか行っちゃいけない。まあ、そういう意味でこの弁っていうのは非常に大事になります。だから改めて、心臓には4つお部屋があって、なおかつ壁があって血液が混じらないようになって、そして4つの弁があって血液がこう矢印のように常に同じ方向にしか行かない、まあ、逆流をしないように、まあ、そういうふうに非常にこういい仕組みができてる。面白いでしょ。はい、まあ、今までお話した通り、もう心臓っていうのは1日で10万回、まあ、実はこれは計算すると一生で30億回も動いてるんですけども、まあ、心臓はそれだけ動いててもなんで疲れないね、不思議でしょ。もうずっと30億回動き続けているのに心臓が疲れないで動き続ける、まあ、例えば走って、僕らが走ってマラソンとかするともう筋肉が疲れちゃったり、階段登ってると足がつりそうになっちゃうでしょ。もし心臓がつっちゃうともう血液が送り出されないわけだから、もうなんで心臓は疲れないんだろうかって不思議に思わない？はい、まあ、そういうふうになんで心臓が疲れないかっていうのは、もういろいろなメカニズムがあるんですけども、まあ、骨格筋っていうのは走るとか、もうなんか例えば掴むとか、まあ、瞬間的に動けばいいんで、ずっと実は動き続ける必要はない筋肉です。だけど心臓は今言った通り、もう毎日毎日僕らが考えなくても動かないといけないんで、まあ、栄養を十分に作り出すっていう能力がこの手足の筋肉、骨格筋に比べて優れている。まあ、これは、まあ、酸素から
ATP っていうんですけども、はい、心臓の筋肉に必要なエネルギーを作り出す能力が骨格筋に比べてすごくこう優れている、まあ、そういうふうに心臓の筋肉は栄養を十分に作り続ける能力があるから骨格筋と比べて疲れない、まあ、だから一生動き続けることができるわけです。だから非常にこう心臓の不思議、さっき、まあ、僕らのテーマでもある不思議な心臓っていうのは、まあ、動き続けることができるし、エネルギーを十分に作り続けることができる、まあ、そういう意味で非常にこう大事な器官、まあ、不思議な筋肉なわけです。はい、ということで今日は心臓の構造とか筋肉についてお話をしました。レンタル君、今までの、まあ、2話目になりますけども、今日はどうでした？今回は1話目の前回よりももうちょっと踏み込んだ内容を喋っていただいたので、新しく知ることも多くて面白かったです、ね。まあ、人間の体っていうのは哺乳類、やっぱり爬虫類とか両生類とかと違って、まあ、心臓でも構造が違うっていうことをお話ししましたし、あとはなんで心臓が疲れないか、まあ、この心臓の不思議についてお話をしました。ぜひこれからはですね、また今度は心臓の起源、心拍の起源のお話を次お話ししますけれども、まあ、ぜひ皆さんチャンネルの登録をよろしくお願いします。